レバノンは地中海の東にあり、シリアとイスラエルに隣接しています。面積はイスラエルの半分で、首都はベイルートです。アラブ諸国の中で唯一砂漠がなく気候がいいので、ベイルートは中東のパリと呼ばれています。古代のフェニキアは現在のレバノンに相当しています。6000年前のフェニキア人の時代からワインを作り、エジプトからスペインなど地中海沿岸にワインを輸出していました。まさにヨーロッパワインの先駆けとなる重要な役割を果たしました。ベイルートの北30キロにあるビブロスの遺跡で、紀元前8000年頃の石器時代の地層からブドウの種子が発見されています。この種子は栽培されたブドウのものではありません。中世まで続いたレバノンワインの名声は、1517年オスマン帝国がこの地を統治するようになると、宗教儀式以外の目的でワインを作ることは禁止されました。その間はレバノン山脈に隠遁したキリスト教の修道士たちがワインの畑と伝統を守っていました。1920年から1943年の間、フランスの委任統治領となったので、現在でもこの国の公用語はフランス語で、ワインのブドウ品種もボルドーやローヌのものが作られています。主に食用ブドウの生産国で、そのうちの面積の 20% でワイン生産のブドウが作られています。最近になって古代品種も注目されるようになりました。白ブドウのオベイディや黒ブドウのサッバギーエがあります。雨の降らない月が7ヶ月もある地中海性気候が良質なブドウを生み、レバノンは近東諸国の中で最も将来性がある国です。唯一中東戦争や中東紛争がワイン作りを困難にしています。戦争のため収穫を諦めたこともたびたびあるそうです。最近の研究では5200年前からワインが作られていた記録が見つかっています。古くは多種多様なブドウ品種が作られていました。ローマ時代には盛んにワインをローマへ輸出していました。しかし638年のイスラム教徒の侵攻から第一次世界大戦でオスマン帝国が敗退するまでのおよそ1200年間はイスラム教国家の支配下にあったため、宗教の儀式用のワイン以外の生産は禁止されていました。およそ300種あった土着品種もこの時に全て引き抜かれたと言われています。イスラエルのワインを語る上で忘れていけないのがコーシャワインです。コーシャとはユダヤ教の食事規定のことです。宗教行事に使われるワインはユダヤ教の聖典にあたる旧約聖書でも称えられている飲み物なので、公社の中でも特に厳格な規定があり、それに基づいて作られています。すべての生産プロセスにおいて正統派ラビによる厳格な監督のもと、敬虔なユダヤ人男性のみで作られています。世界中のユダヤ人の要望に応えられるものになっています。また欧米のビーガンや健康志向の強い人たちにとっても、公社ワインや公社食品は人気が出ています。1983年、ゴランハイツワイナリーの設立を機に高品質なワイン作りが広がりました。最新の醸造技術が入ってきて、ブティックワイナリーが次々と生まれました。ワイン評論家が高得点をつけたことで注目されるようになりました。現在では四国ほどの広さの国土の中に300を超えるブティックワイナリーができ、高品質の個性あふれるワイン作りをしています。現在のエジプトはイスラム圏なので、お酒が禁止されている文化の中では観光客や外国人向けのワインが作られています。近東諸国でブドウ栽培面積は最大ですが、ワイン醸造用の割合はそのうちの 1% に過ぎません。しかしながら古代エジプト人によって現代と同じようなワイン醸造技術が大成され、ワイン史に大きな影響を与えました。古代エジプトではナイル川の増水を利用した農業が盛んに行われていました。
ナイルの治水のため早くから村落の統合が行われ、紀元前3000年頃にファラオによる統一国家が形成されました。強力な王権が成立していたことがわかるのがピラミッドです。そこには彼らがワインをどのように作り、どのように飲んでいたかを壁画やパピリスに書き残してあります。ナクトの墓にはワインの醸造工程を記した壁画があり、ブドウを踏んで搾汁している様子が描かれています。この搾汁というのがエジプト人の知恵で、ジョージアではクベベリにブドウをそのまま入れていました。エジプトでもアンフォラは使われていましたが、ジョージアのように土に埋めて冷やして発酵を安定させる手法は取られていなかったようです。ネブアメンの墓の壁にはワインやご馳走を、音楽やダンスを楽しみながら飲んでいる様子が描かれています。ただこの頃はワインは王や貴族の飲み物でした。その後紀元前1200年頃に全てのために開放されましたが、民衆の飲み物として普及していたのはビールでした。20世紀末まで国に管理されていたワイン産業を現在は一握りの企業が支えています。